みなさん、ラジオマンジャックですよ。何事かかってかかんねえからさ、まあね、ラジオマンジャックもね、いい、非常におふざけのように思われるけど、テーマは崇高なテーマを。崇高なテーマですか。そう、今回ね、ちょっとタイミングがずれたんだけど、ノーベル賞級の発見っていうね、重力波っていうのが観測されたことなんだよ。いや、これね、星の方でやってもいいんだけど、難しくなりすぎちゃうからね、ラジオ盤石的に重力波を下げて重力波を。いやいや、だからさ、それもラジオ盤石の役割じゃないかなと思うね。だから、難しく話すと、これ、とことん、相対論の話までいかなきゃいけないし、100年前の人は、だから、そんなこと考えないで、じゃあ、重力化に対する Q&A みたいな感じで、決めたんですよ。質疑応答してみたいと思います。いいですか？じゃあ、本日のラジオマンジャックは、なんと重力化。いいですか？はい、それでは、ラジオマンジャック。大体さ、重力化何のことだかわかんないよ。じゃあね、これだけちゃんと真面目話だ。磁石が何でつく？いやー。もう来てるでしょ。磁力があるから、ね、極 N 極磁力ってのがあるから、まあね、じゃあ地球になんで人間とか体の人間ものがさ、引力って何かなのよ。引っ張る合う力なんだけど、ね、それの元ってのは何なの。磁石と違ってそういうのじゃなくて、何かの力、電磁波でもね、それが重力だっていうことで、あの惑星によって体重変わるんでしょ。だってあ、それはまあね、あの重さってやつだから、あれは引力、うん、これね、みゆちゃんね、これの話は俺専門なんだけど、学生時代も専門なんだけど、言うと厳しいんだよ。重さと体重とかあるじゃない、重力とか、それね、どう違うかって、重さっていうのは、例えば地球上での重さ、みゆちゃんが例えば45キロしましょう、ね、火星での重さ、そしたら22キロぐらいでね、月での重さ、7キロぐらい、こうなるわけ、あ、じゃあ月あ、月で住もうかな。これは重さなの、7キロで、でも人間の体の実際の、ね、体の質量を、ね、密度を含めてエネルギーに換した時に、これは体重になるかね、キログラムウェイトっていう、だから結局何キログラムがウェイトで勝ってるって、ちゃんとしたその体の量になるわけよ。なんか私さ、ここでなんだっけ、グリフィスでさ、惑星がいっぱいやって紹介されてて、 そこで体重計があって、ここに星に行くとあなたはこの体重ですよとかあったじゃん、で、みんなでこれ乗って、あ、ここに住もうかなとかみんな言ってる。だからね、あれってのも分かりやすいことで、どこで何キロですってのは重さなの。重さなんだね。だから重さとその重力とか体力と違う。じゃあジャンプするとどのくらい高く飛べるとかも、あれも重さに関するね、物理だね、普通の物理。これちょっとあんまり真面目だとラジオマンジャックにならないからいいんだけど、まあね、結論の時そういうようなものがあって、でももともとなんでくっつくのってこと分かんないでしょ。でアインシュタインはそういういろんなことを考えたら、重力波ってのがあるってことを提案したのよ。波か。でね、アインシュタインのすごいとこって、多分そうじゃないって言っちゃう。で、俺何も知らないし、調べたことないけど、なんか考えたらそんなような雰囲気だよ。あ、雰囲気で思いついて、ここに映像が出てきて、こうだよ、そうそう、これだよって言っちゃうのよ。で、それが相対論のね、特徴だ。だからやばいな、あの人は。すごい人だね。キャラメルマシンの小田氏みたいな感覚で、今の物理を、で100年前の予言が今当たっちゃった。すごいね、100年経って今証言されて、でね、これもね、ちょっと真面目なラジオマンだけで申し訳ないんだけど、昔ね、その宇宙ってどうなってるかって時に、アインシュタインは閉じた宇宙、宇宙はずっとまっすぐ行って戻ってくると。でそれはもう否定されたんだけど、よく考えてみたら、もっともっとその4次元っていう考え方なんだけど、調べると本当に戻ってくかもしれない。だからね、アインシュタインって本当すごくて、全部合ってるのかな。もっと広いとこか見てたんだ、私たちが見てないところ。分かんないぐらいすごいね。だからその重力波が見つかったと、それもね、地球だから太陽の何十倍かなと、何十倍のブラックホールがぶつかった時に重力波が出て、それを観測できたって。重力波防衛、分かる意味分かんねえだろそんなの。分かんない、でも人間はそんなことを知って何なんのって言うんだけど、いやー、知っただけでもすごいじゃない。何もなんなくてもいいだろ、知っただけでもすごいじゃないと思うのが、やっぱりそういう発想であって。そうだよね、だってさ、地球にいっぱいいろんな国あってさ、それ知っただけでもすごいよ、行けなくても。で人によってはそんなことを知っただけでって言ったけどさ、ね、だけど知っただけでも十分で、でそんなこと知るよりももっと政治で食える人間になってほしいとか、食える人になって、それは政治の話で科学を否定してるわけで、宇宙に行ってどうなんのもクソもなくて、そう考えちゃうとつまんないのよ。そうだよね、SF 映画嫌いな人ってそういうところでさ、そんなの見て何になるのって言って、それはお前のセンスがないからだで終わっちゃうんだけど、ね、はい、でも私たちも行ったことない国はすごくいっぱいあるけどさ、それがあることを知ってるだけでも
一個、ねうん、人間として進歩してる、ね、本当にねすごいなと思ったところはその重力波って話が、うん、これノーベル賞だろうね、間違いなくノーベル賞の話になるんだけど、でもさあらゆるものを吹っ飛ばして亡くなってから何年経ってか100年なんだよちょうど、それからノーベル賞取るってすごいね。いやあのそれは研究した人だよ、アインシュタインが取るんじゃないよ、アインシュタインはもっとすごいからね、うん、いやでもねそれ考えた時に血が湧いてね肉が踊りましたよ。重力波が解明されてそれが例えばある程度でもコントロールできたらタイムトラベルできるんだよ、すごいね、ドラえもんが現実だぜ。アインシュタインでさ、うん、富士のさ命持ってたらよかったね。ああまあね、生きててほしかったね。でも今さこれまあ、 今回あんまり真面目すぎてラジオマンジャックじゃなくなっちゃうんで後半ちょっとちゃらけなきゃいけないんだけど、うん、そういうところの研究まで現実的にできてて、なんかあの人さ富士の命持って生きてたらすごかったのね。今ね思うとね今のこの世界って本当に SF 以上、うん、で俺ねちょっとまともな話からね、ドラえもんのねなんか枝葉の作品の中でドラえもん、あ、のび太の息子、喧嘩の強いドラえもん、セワシ君だっけ、セワシはね、ひ孫かなからね、で、息子がいるの、のびすけとかいうね、うん、で、お父さんもいいんだけど、うん、あれもどっちがのびすけかな、どっちものびすけかもしれないんだけど、うん、で、それが、やっぱりさ、近未来、うん、いろんなことがあって、ドラミちゃんが行って、いろいろ大騒ぎするんだよ、ミニドラが行っちゃって、それ見たときに、未来は2011年なんだ。俺でもこれでもうね、なんその2011年の未来をその1980年代が書いてんだけど、いやーこれは笑えた。いや面白いよね。笑えたね。教科書とかも英語のさ教科書とかもさ、うん、未来を描いてんだけど1980年代ぐらいに描いてる未来だから、うん、その描いてる未来は2012年ぐらいなんだけど、だからさチューブの中を車が動いて空を飛んでない、うんうん、それ以外はもっと進んでんだよ本物は、うん、いやだからさ人間の想像を超えるぐらいに未来ってのは違う方向に動いてるね。だってバックトゥザフューチャーだって2015年だぜあれ、うん、あそうか、もう去年の話だよ、去年の話だよね。だって俺2001年宇宙のためのことはっきり言ってんだけど、今から15年前だぞ。じゃああの映画なんだかわかんなかった。まああんまりね、なんか俺2001年嫌いだから、あれ見てあんなもうなんか猿が変なわけなの、痛っきりにあれしててさ、あれよくわかんなかったな、なんか、うん、まあでもね今の世の中って本当すごいですよ。ロボット産業も全然すごいし、現実的には、うん、公表されてない中で日本 もうアメリカもね、うん、できてるものがすごすぎるから、うん、だって今から30年前とかで未来っていうと、うん、想像してたのロボットって四角いイメージがあったです、その当時、うん、今丸いっていうか、うん、人間に近い、まさに人間で AI が積んでサイボーグみたいな、まさにそうだよ、人間じゃない。それ映画も今度あるらしいけど、昔の当時って、うんうん、なんていうの、まだほらワープロとかさ、うん、があったら最新みたいな、なんか、いやだからボタンだって押し込むボタンしかないからね、うん、タッチパネルとか、あと音声認識とか、うん、ね、画面に触るとかなかった。いや俺たちだって音声認識で今暮らしてんだよ、うん、だからそれ考えた時に随分違うなと思ったらラジオマンジャックですよ、うん、本当に、うん、未来の世界を超えてる、いやだから未来は明らかに超えてることがいっぱいあって、ドラえもん見ると分かってて、あん中で当たり前だったようなものが普通でしょ、うん、空気クレヨンって知る、うん、空中に絵を描ける、あれ今本当に売ってるよね。あ、そっか、売ってんだよ。空中にやると形になってちゃんとしたものがね、造形になるようなものとかねあるし、あとはまあ有名なところでは立体のコピーとかも、もうあんなの当たり前だよね、売ってるよ、うん、ビッグカメラヨドバシで売ってんだよ、はっきり言ってドラえもんグッズ、ね、未来グッズだよね、いっぱいある、いっぱいある、うん、だから本当それを考えちゃった時にまあね、未来って思った以上にすごかったり、うん、あれするのね。だから一番分かってるのはテレビでさ、液晶のとかさ、そういうのをさ投影するなんてのも、うん、80年代ドラえもんグッズにあって今当たり前だし、うん、今例えば30年後の未来を想像するとどういうものが、楽しみだね、そういうのやったらね、どんなのがあるか、それがどのくらい現実に近いかとか、うん、現実でも30年後でもね、空飛んでるものは実用化してないと思うんだ、ね、俺はね、交通のね、いろんなものを、理由は簡単です、飛んだら迷惑です、危ないしね、うん、交通事故がとんでもないし、ただでもさ、無人の車も Google が走らせてるわけだし、人間が運転するより安全だから、みんな運転しなくならいいだろうってことになっちゃって、免許とかが難しくなるからね。そうなんだよね、責任問題だからさ、はっきり言って誰がやるかでしょ、違ったところの問題がね、うん、まあだから少なくともロボットがこの30年間では、先の30年すごく進歩するから、それを考えた時ロボットと人間の違いはどうかなっていうのを俺が知ってきた。今の現実はもっともっとすごいところに来てるから、ロボットは人間のお友達で、犬や猫と同じように楽しいということで、また来週かな。
ラジオマンジャックだよ、これはラジオマンジャック。この番組はあなたの街のエンターテインメント、ウィザードインがお送りしました。